禁忌目録。それはこの世界の人々を縛る絶対的な掟だが、一体誰が何のためにそんなものを作ったのだろう。その答えを明らかにするために俺はユージオに質問をした。なあユージオ、禁忌目録について教えてくれないか。俺、禁忌目録のことを何も知らないんだ。え？それも全く覚えていないなんて。やっぱり君は全ての記憶を失ってしまっているんだね。両親が痛むな。でも今はこうやって聞き出すしかない。ああ、そうみたいなんだ。わかった。禁忌目録について僕の知る限りを教えるよ。何を聞きたい？禁忌目録は氷協会が発行した書物だ。そこには僕たちがしてはいけないことが記されている。僕たちのいる北帝国の各協会だけでなく、東、南、西、全ての帝国に暮らす人々の家に必ず一冊置いてあるんだよ。してはいけないことか。例えば？そうだね、たくさんあるけど、例えば禁忌目録の本には第一項、教会への反逆から始まって、末項にはヤギに干した織朱麦を与えることが禁忌だと記されているよ。なるほど。それじゃあ生活に関する注意まで細かくその目録に記されているってわけか。ああ、禁忌の数は軽く1000を超えるけど、学校の授業でそれを全部暗記したよ。うわ、大変そうだな。でも覚えておかなくちゃ、知らずにうっかり禁忌目録に違反しちゃうこともあるだろうからね。そうだ、キリトも覚えておいた方がいいんじゃない？今から僕と勉強するかい？え、それってちなみに全部覚えるのにどれだけの時間がかかるんだ？忘れちゃったけど、学校の授業で1年間はそれについて勉強したかな。1年？さすがにそんな時間をかけて暗記するのは無理だ。え？でも禁忌目録は覚えておかないと危険だよ。困ったな。ユージオの親切心はありがたいが、教えてもらう時間がもったいない。わかった、努力はしてみる。でも独学で頑張るから、ユージオは心配するな。そうかい。まあ任せといてくれ。とりあえずは今後のためにも最低限のルール違反だけ覚えておけば問題ないだろう。禁忌目録がどういった目的で作られたのか、目録が禁止している事項を知ればわかるかもしれない。禁忌目録で禁じられていることはいろいろあるみたいだけど、主にどんな行為が禁じられているんだ？例えば盗みや殺人は禁じられているよな。もちろんだよ。殺人でなくても他者の天命を故意に減らすことも禁じられているしね。それじゃあ英士たちが剣の練習のために試合で相手の天命を減らしてしまった場合は？英士たちは勃剣で相手が怪我をしないように練習をするんだって。だから目録に違反してしまうことはないよ。でもその違反を違反としない唯一の例外がある。唯一の例外？ああ、全ての帝国にある剣を学ぶ場所、修剣学院では真剣での立ち合いや初撃決着での決闘が認められているそうだよ。それは能力が高い新生術師が学院にいて怪我人を治療する環境が整っているからなんだって。へえ、修剣学院なんてあるのか。ユージオ、興味があって調べたのか？え、いや、そんなわけじゃなくて聞いたことがあっただけだよ。他にも禁じられていることはたくさんあるよ。例えば取っちゃいけない魚とかね。そんな、間違えて釣り上げたらどうなるんだよ。目録に恋にとは書かれてなかったから、多分処罰されてしまうだろうね。不運にも程があるじゃないか。そうだね、大概の人は禁忌目録を破りたくて破るんじゃない。偶然に偶然が重なって破ってしまうんだよ。アリスも
そうだったから。そういえば言っていたな、アリスが果ての山脈に足を踏み入れてしまい聖護騎士に連れて行かれたって。ああ、アリスと僕は北の洞窟を探検しに出かけて帰り道を間違えただけだった。それにアリスはあの闇の国の土を踏みたくて踏んだわけじゃない。そこでは聖護騎士と暗黒騎士が戦っていた。アリスは今にも倒されそうな暗黒騎士を助けようとして飛び出していったんだ。助けようとした？ああ、僕は黙って見ているしかできなかったけど、アリスは違った。誰かのために動いたんだ。でも違反は違反として裁かれてしまう。たとえどんな理由があって悪意がなかったとしても、アリスのしたことは罪になってしまった。そうか、悪いことを聞いたな、ユージオ。いいんだ、禁忌目録がどんなものか、この話を聞けば分かりやすいでしょ。アリスは法に背いてでも暗黒騎士を助けようとした。そしてその結果、禁忌目録違反者として連行された。この世界の人々が禁忌目録に縛られている中、法に背くことができたアリスという少女、彼女は一体何者なんだ。禁忌目録を破った者は皆聖護騎士によって氷教会に連れて行かれるのか。ああ、一体どうなっているのかわからないけど、違反すれば聖護騎士が必ず連れに来るよ。その後はどうなるんだ。違反者がどんな風に罰せられるのかわからないのか。どんな風に罰される？例えば牢獄に何十年入れられるだとか。アリスは審問の後処刑すると告げられたよ。そうか、でも本当にその刑が執行されたかどうかは知る由もないんだろう。ああ、それじゃあ友情は王都に行って確かめてみるしかないわけだな。え？アリスのことだよ。処刑されたかどうかはわからないんだ。彼女は生きているかもしれないだろう。でも僕には天職がある。放棄することは禁忌目録で禁じられているんだ。そうか、つくづくがんじがらめの世界だな。キリト、君は不思議だね。さっきから君は誰もが言葉にして言おうとしないことを口にしているよ。それは俺がベクタの迷子だからじゃないか。そうかな。わかった、またいつでも聞いてよ。本物に限りなく近い仮想世界、悪魔の木ギガスシダ。禁忌目録という絶対的な掟に縛られた人々、見知らぬ世界に降り立った今日の時点で、俺が得た情報量は膨大であり、そして全貌は未だつかめていないと言える。だがこのまま明日を迎えるわけにはいかない。現状を理解するためにも寝る前に思考の整理をしよう。どうして俺はここに来てしまったのか、そしてこの世界は一体何なのか、初めは戸惑った。だが俺をこの世界に導いたものが何なのか、俺はしばらくして理解することができた。魂の翻訳機、ソウルトランスレーターだ。人間の魂、それは量子脳力学においては量子場、つまり脳の中にある光の集合体だとされる。ソウルトランスレーター、略して STL はその量子場、通称フラクトライトを解読するマシン。 STL はベンチャー企業ラースによって開発された魂の翻訳、つまり STL は人間の魂フラクトライトに直接アクセスし読み解くことができるというわけだ。俺は2ヶ月ほど前、総務省に勤める機構課さんにラースでのテスターのアルバイトに誘われる。そしてこの魂の翻訳機、
STL を使った仮想世界へのダイブを数度経験することになった。とはいえこれまでのダイブ中の記憶は制限されていて、自分がどんな風に仮想世界で過ごしたのかは覚えていない。だがアルバイトを続けるうちに STL の仕組みに関して俺はいくつかのことに気づいた。 STL は記憶的視覚情報、要するに人の記憶から構成した現実に限りなく近い仮想世界を実現することができるんだ。それはニーモニックビジュアルデータ形式という仕組みだ。人の記憶が見せるリアルの夢といったところだろうか。そして仮想世界を構築する記憶は自分だけのものではない。他者、それどころか誰のものでもない記憶によって世界が形作られるという仕組みがなされているんだ。つまり人のフラクトライトに未知の情報を書き込んで、見たこともないものを見せることもできるというわけだ。もしも将来この仕組みが完成すれば、人々の記憶と意識からなる本物の異世界を作り出すことができるだろう。だが将来と考えたのは誤りだった。ラースはすでにその世界を完璧に近い形で想像している。俺が導かれたこの仮想世界の名はアンダーワールド。ラースによって作られた人の魂が見る夢の世界だ。この世界に存在する人々は一体何者なのか。ここが STL の構成した仮想世界だとすれば、二つの可能性が考えられる。まず第一に考えられたのは、俺と同じようにラースに雇われた STL テスターである可能性。だがその可能性はごくわずかなものであるとして排除した。なぜなら STL は開発されたばかりで、まだわずかな台数しか存在しない。ルーリットの村にいた人々の数を見るだけで計算が合わないのだ。そして第二の可能性は、仮想世界のプログラムによって作られた AI、 つまり人の姿をした自動応答プログラムであるというものだ。 VRMMO ゲームには必ず自動応答プログラムとして配置された AI が存在する。 AI はクエストやイベントの情報提供が主たる任務であるが、技術の進歩によってある程度自然な受け答えが可能となった。だが彼ら AI に備わっているのは真の人工知能ではない。もともとある程度の応答パターンのプログラムが前もって個々に設定されており、こう聞かれたらこう答えるという内蔵データに基づいた行動以外を取ることができないはずだ。つまりプログラムのパターンにない問いかけをされると、データがありませんという返答が返ってくる。だが今日一日俺はユージオやセルカと接してみて、一度たりともそんな内容の返答をされたことはなかった。彼らは恐ろしく自然に喜び、悲しみ、戸惑う。まるで現実世界に生きている人間のように。そうなるとユージオたちは常識を超えたほぼ完全なる自動応答プログラムということになる。いや、本当にそうなのだろうか。現在の技術で完全なる自動応答プログラムを作成することなど可能なのか。その疑問と同時に俺の脳裏に第三の可能性が浮かんだ。だがもしそれが真実なのだとすれば、神の領域をも犯す行為である。今はまだ断ずるには早い。確証を得る材料は揃っていないのだから。いずれにせよ俺は王都を目指し、最高司祭と呼ばれる存在と対峙しなくてはならない。この世界の存在理由を確かめるため、現実世界に帰還するために、俺がなぜこの世界に来てしまったのか、 STL のテスターとして参加することになったのか、その答えは俺と仮想世界の関係性の中にある。ソードアートオンライン、通称 SAO、 それは新世代 VR ゲームハード、ナーブギアに対応した MMORPG ソフトだった。ナーブギアは脳に直接信号を送ることができる装置。プレイヤーがフルダイブ、つまりゲームの中に直接入り込むような体験をすることを可能にしたものだ。フルダイブと呼ばれるその技術と MMORPG というゲームジャンルの融合。 SAO は VRMMORPG の第一弾として話題となり、
多くの人々がサービス開始の日を心待ちにしていた。そして正式サービス開始の当日、世界を震撼させる事件が起こってしまった。フルダイブ技術およびナーブギアの開発により、天才と呼ばれた SAO の開発ディレクター茅場明彦、茅場はこのゲームからの離脱機能を排除し、プレイヤーの自発的なログアウトを不可能とした。そしてゲーム中に HP がゼロになると、ナーブギアから強力な電子パルスが脳に発せられ、プレイヤーの現実の肉体が本当の死を迎えてしまう。 SAO はデスゲームの世界へと一変したのだ。デスゲームとなった SAO からの脱出方法はただ一つ、それは100の階層から構成される浮遊城アインクラッドの完全攻略だ。ゲームに閉じ込められたのは1万人のゲームプレイヤー、そして俺も一人のソロプレイヤーとしてその中にいた。戦いの中で失われた尊い命、仲間、愛する人のために、俺は攻略組プレイヤーとして必ずあの城を脱出すると誓った。そして俺は仲間と共に最終ステージである百層にて、茅場が扮していたヒースクリフを打ち倒す。それにより世界を長きにわたる混乱に陥れた事件は、多くの犠牲を払いつつ終焉を迎えたのだった。ALO での出来事から数ヶ月後、ソードアートオリジンというゲームが開発される。本物見知らぬだが、俺がなぜこの世界に来てしまう。その子、アルブヘイムオンライン、通称 ALO。 SAO 事件後、フルダイブ技術に批判の声が上がってもなお、人々は仮想世界に身を投じることを望んだ。 ALO はそのニーズに応えて開発された VRMMORPG だ。 ALO はナーブギアの後継機、安全性を謳うアミスフィアを専用ハードとし人気を集める。妖精となって空を飛び回ることができるというゲームの特徴に惹かれ、俺たちは早速ログインを決めた。だがある時、その ALO にある少女が現れた。幼いながらに天才と称された七色アルシャービン博士。 ALO 内での名前はセブン。セブンは仮想世界でアイドルとして活動し、人心を掌握することである実験を試みようとした。それはクラウドブレインという人の脳の演算能力を利用した高精度の演算処理システムを作り出すというもの。彼女の目的はフルダイブ技術の可能性を世界に示すこと。だがその計画に気づいた俺は彼女を止めることを選んだ。なぜなら ALO というゲームで人々が望まぬ実験台になることは避けるべきだと判断したからだ。とはいえセブンのフルダイブ技術の可能性への強い思い、その可能性を提示する試みは報われた。彼女の活動以降、フルダイブ技術への批判の声は明らかに小さくなったからだ。ALO での出来事から数ヶ月後、ソードアートオリジンというゲームが開発される。通称 SA オリジン。 SAO の管理プログラムカーディナルシステムを移植した VRMMORPG だ。つまり再構築された SAO の世界とも言える。実際マップやシステムにはあの浮遊城を思わせるものが多く存在していた。セブンが開発者として関わっていたこともあり、俺たちはそのゲームにベータテスターとして参加することになった。そこで出会った少女 NPC プレミア。誰も引き受けない彼女のクエストを受けたことをきっかけに、俺はアインクラッド創生事件に巻き込まれてしまい、その事件は自己意志と高い学習型知能を持った AI たちの命をも揺るがす危機へと発展した。 AI NPC の命を利用してでも
異常な強さを追い求め、ゲームを攻略しようとした男、ジェネシス。俺はジェネシスの電子ドラッグ利用容疑を暴くことに成功。ジェネシスは犯罪者として裁かれ、オリジンから姿を消した。だがジェネシスに利用されながらも、彼をよすがとしていた大地切断の巫女ティアは、浮遊城創生と破壊の祈りを捧げる。結果、アインクラッドが世界に再構築された。だがそれは大地の破壊と意志を持って生きる AI たちの死を意味する。ティアの目論みを阻止すべく、俺は再びあの浮遊城に向かい、仲間たちと共に彼女を止めることに成功した。この SA オリジンでの出来事により、俺は限りなく人に近い AI という存在について考えさせられた。システムという神によって、容赦なく自らの思いを書き換えられそうになる AI たちの儚い命。自らの意志を持ち葛藤し、確かに生きている彼らの命の重みは人と何ら変わりはない。俺は一連の事件を通して、全ての AI がその世界の中で生きていくことを望んだ。なぜなら、人にもシステムにも彼らの上位に立ち神を名乗る権利などないからだ。俺たちが再創生されたアインクラッドで、カヤバーキヒコの残留意志データより受け取ったザ・シード。ザ・シードは VR 制御システム、いわば仮想世界の構築を可能とするプログラムエンジンだ。俺はカヤバから受け取ったザ・シードを世界に発信した。それにより各国で様々な VR ゲームが開発された。その一つ GGO はアメリカの企業ザスカーが開発した VRMMO ゲームだ。銃器を武器として扱う世紀末の世界観を持った新たな世界に、多くのゲーマー、そしてガンマニアが魅せられた。俺たちもその GGO に惹かれログインし、仲間たちと共にゲームを楽しんでいたが、ある事件が発生する。ゲーム内での殺人が現実のものとなるデスゲームの再現。残っていたナーブギアを再び利用したデスガン事件だ。最終的に俺たちはデスガンに勝利し、事件を解決に導くことができた。だが、かつて SAO で多くの人々の命を奪ったナーブギアを見た時、俺の背筋はわずかに寒くなった。ナーブギアは脳を焼き切る命の管理機能により、フルダイブした仮想世界と現実を強く結びつけていた機械だ。その機械が再び現れたこと、それは誰かからのメッセージのように感じた。仮想世界は確かに現実とつながっている。かつてナーブギアが人を殺す機械でありながら、その一方では人々にもう一つの現実を与えたように。そして今、アミスフィアの登場により、フルダイブ式ゲームはあくまでも万人が親しむことのできる娯楽へ姿を変えていた。だが、フルダイブ技術の開発者であるカヤバ・アキヒコの真なる目的は、単なる遊びを作ることなどではあったはずがない。全てが終わった後、俺はなぜかあの男の言葉を思い出していた。これはゲームであっても遊びではない。 SAO 事件以来、仮想世界と深いつながりを持つことになった俺には、ある人物との関わりができた。総務省総合通信基盤局通信ネットワーク内仮想空間管理課、通称仮想課の職員、菊岡誠二郎。彼は SAO を俺がクリアして以来、俺の仮想世界でのゲームの実力などを見込み、さまざまな依頼をしてきた。そして今回、菊岡さんは STL のテスターをやってみないかと俺に声をかけてきた。俺はというと、報酬として提示されたバイト料に食いつき、ここ数ヶ月テスターとして働いていた。あくまでも推測だが、俺がテスターに選ばれた理由は SAO 事件で得た仮想世界への動作慣れというものだろう。アンダーワールドの中で違和感を覚えず行動するには、並外れた動作慣れが必要だ。俺は SAO で過ごした2年間のフルダイブ生活、そして
その後も仮想世界に親しんできた。俺にとって仮想世界はもう一つの現実だ。そのためかこの世界で違和感を覚えることはなかった。俺はすでにここをもう一つの現実として認識し始めている。それどころかまるで遠い昔に来たことがあるような、この懐かしい感じは俺の仮想世界での経験がなせるものなのか、それとも、まあ、今は答えを出すことはできないが、これまでの仮想世界での経験が俺をここに導いたこと、それだけは確かだ。俺をこの世界へと導いた STL、 それは魂を翻訳しリアルな夢を見せる機械だが、 STL の機能はそれだけではない。 STL の目玉機能、それは時間加速機能、フラクトライトアクセラレーション、略して FLA。 STL は仮想世界にダイブしたものの意識中の思考クロック決定パルスに干渉し時間を加速させる。それに同期させて仮想世界内の基準時間を加速する。結果ユーザーは実際のダイブ時間の数倍の時間を仮想世界で体感できるというわけだ。この加速機能は人間が見る夢に近い原理であり、最大加速倍率は3倍であると言われている。つまりこの世界アンダーワールドにはその加速機能が付与され時間が流れているはずだが、加速倍率に関して俺は疑問を抱いている。それは STL が開発されてから現在に至るまでの時間とこの世界で流れている時間の差異を考えたためだ。現実世界では STL が開発されてからまだ数ヶ月の歳月しか経過していない。3倍の加速倍率では明らかにユージョンの年齢にもこの世界が構築している歴史にも計算が合わないのだ。ユージョンは今17歳、その時点で加速倍率が3倍という速度ではありえない。そして昼間ユージはギガシダーの話をするとき300年という歳月を口にした。アンダーワールドは人の手が入らない本物の異世界だ。歴史文明すらも独自のものをシミュレートできる。ラースがもし何らかの実験のために文明シミュレーションを行っているのだとすれば、つまりこの世界では300年が確かに経過し、人々はその間に文明を発展させたということになる。そうなるとラースは3倍以上の加速倍率で世界を動かしていると考えられる。計算するともしやその速度は1000倍？だがなぜそうまでしてこんな文明シミュレーションを行う必要がある？ラースの真の目的は一体何なんだ？その真実は容易には探り当てることはできないだろう。いろいろと考えたが、思考の中に決定的に足りないピースがある。俺はこの世界に来る少し前一体どこで何をしていた？わずかに覚えている直前の記憶で俺はどこにいた？思い出せる光景は SAO 時代から付き合いがある友人のエギルが経営するダイシーカフェ。そうだ、そこにいたんだ。俺はカフェでシノン、そしてアスナ、その二人と魂の在りかについて話した。つまり俺が関わっているラースでのアルバイトと STL のことだ。二人は真剣というか興味津々に話を聞いてくれた。それでも最後の方はみんなで冗談を言い合ったっけ。カフェを出た後シノンと別れて俺はアスナと二人きりになって将来の話をした。ある話を切り出すのに俺は恥ずかしいほど緊張していた。まるでかつて SAO で結婚の話を切り出した時のように、アスナはいつもと同じように大きな目を輝かせて俺の言葉を聞いてくれた。それからもちろん行くよ、一緒に。君の行くところならどこだって。彼女は仮想世界だけでなく現実世界でも俺と共にあることを誓ってくれた。そして俺とアスナは手をつないだ。いつも温かくて優しいアスナの手。
だが記憶はぶっつりとそこで途切れている。あれから俺はどこに行き何をしたんだろう。一体いつアスナの手を離したというんだ。俺は戻らなくてはならない。現実世界にアスナが待つ場所に。そのためにも今ユージオが言ったオートという場所を目指すしかない。とりあえずは体を休めるしかないか。この世界に疲労のパラメータがあるかどうかはわからないけど、